後ですか。そうなんですよ、いよいよ最後になってしまいます。続きましては、生きる芸術、歩くパワースポットといえばこの人。そうなんですよ、知らなかったでしょ、このワード。あの生きる芸術、ね、調べてた。今日クジャクみたいになってましたね。岡まいまいさんが、セカンドボーカル、サラさん、キーボードリスト、シノピーさんのユニットで、オリジナルなどカバー曲を、披露してくれると、ことです。はい、サラさん美人ですからね。そうですよね。サラさんもアイフワッチでね、配信をされてるんですよね。わざわざこれね、持ってきていただいて、いつもいつも重たいものをね、ピアニストとしてもね、活動されてるそうで、シノピーさん、キーボードリストシノピーさんも、配信してるんですよね。シノピーさんはシュペレースじゃないですかね。シュペレース、あ、やばい、違う違う、常に似てんのよ。シノピーさん、いや、マジでイケメンで、でもね、こんなイケメンなんですけど、結構チャレンジ系をするらしくて、あのバンジージャンプをする配信をしてた、はい、マジですか。そう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 、すごい。バンジージャンプでしょ、なかなかやらないよね。なんかもう手に携帯かぶってってくくりつけてみたいな。シノピーさん、これあのシノピーで検索すると出るんですか。もっと出ます。出ますか、はい、ね、ぜひね、このバンジージャンプちょっと見てみたいですよね。なんか結構チャレンジ系が得意みたいで、今日も三浦海岸の砂浜に埋まってきたみたいな話をね、聞いて、えっ、どんなことやってるんですか。埋まったりやってらっしゃるんで、埋まったり飛んだり忙しい。いやいや、本当に絶対芸人でしょ、じゃあ。あれみたいな、なんかね、絶対芸人さんだよ。甘い顔の甘いマスクの感じもしますけど、かっこいいしね、ほんとね。いや、すごい楽しみですよね、このどんな感じの、展開になるのか。これ前の早く来ないと時間持たないよ、かったじゃん。前準備は OK なのか。どこにいます、前々は。僕らは大丈夫です。あ、OK ですか。じゃあ、マイマイ待ちですか。そうですか。マイマイ、巻いて巻いて。ああ、うまいのかどうなのかちょっとよくわかんないですけどね。ドンマイ。おー、マイ。おー、マイ。マイか。マイか。惜しい、マイ。あそんな感じで、はい、じゃあそれではね、はい、最後のね、アーティストの登場になります。お願いいたします。あれ、マイマイ、マイマイ、マイマイ、緊張してるみたい。マイマイ、出番だよ。なんか、ね、緊張して気持ち悪いって言ったよな。ナイス、どうしたのあの人。マイマイ、トラブル。マイマイいない。じゃあマイマイ来ないんで、もう始めちゃいます。そんなことある。じゃあもう始めちゃいます。Show off.
強く感じて離れば癖になっていったけど、もう言い訳したくない。会いたい人なら山ほどいるけど、私は変わらずいるから、必ず見つけてね。こうしてまた出会えた奇跡じゃなくて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 神経がね、もうね、上がっちゃった。うるさいんだから、これは何こっちね。あ、どうも、じゃあ鳥を飾らせていただきます。お構い前なんですけども、ライブ配信っぽくね、もうね、立ってる人もぐぐぐいっと前に来ていただきましてね、今日もね、素敵な、バンド、シングル、なんて言ったの、チーム、組、なんて言ったの、こういうの、グループユニットとかね、そうね、グループ、ちょっと古いよね、もう昭和万歳だよね、昭和万歳ね、っていう感じでいろんなグループが出たんですけれども、まあ一発目、うちのグループはですね、こちらのね、前回うちらのグループはね、もういいね、グループでうるさいな、もううるさいな、もうね、ね、こっちのね、セカンドの女がね、セカンドの女が結果前回はちょっとしか歌わなかったんだけど、今回はサラの、こちらのサラのね、オリジナルのネクステというね、結構バンドチックにね、歌も結構やってきたタイプなので、今の曲を披露させていただきましたということでね、はい、私ずら、じゃあわざとじゃないの、忘れたのよ、忘れた風ね、忘れた風でね、出遅れた風ね、もうみんな優しいから、もう前って階段まで上がってきて呼んでしたから、どうしましょうってなっちゃうよね。ね、ネタですって言いながらね、仕込みですって言いながらね、そうよ、ネタバラすわよってさっきもひどなちゃんに後ろで脅されたわよ、あんたまたネタ仕込んだわね、バラすわよって言われたら大変よ、皆さん大変よ。はい、でもこんな楽しいトークをしながらも次はドーンと落とすんですけどね、今度はお構い前のオリジナルを2曲目に持ってきましてね、引っ提げてきましてね、ちょっとすごいちょっとノイローゼにね、なりそうな感じだけどね、やっていきましょうね。じゃあ行きます。いいですか、曲名は。あじです。
て そして先ほど MC からございました。これからでこの後ね、このシノピーがね、シノピーがなんかあんたたちの結婚式帰りみたいじゃない？ちょっとなんか一人二人だけ結婚式だったんですか？そうです。あ、私今服で思い出した。私自分着替えるの忘れてた。着替えるの、あ、嵐さんに手伝ってもらえると。嵐さん、すいませんけど、このボタンをちょっと外していただいて全部外してもらって、あ、久しぶり何ヶ月ぶりだっけね。ね、そうね。誰も最近外してくんねえんだわ。そう、
ちょっと敵が悪くね、最近やってるんじゃねこれ。やってないっす。やんなきゃダメだよちょっとはね。久しぶりです。あ、これナイスバディだな。手が抜けねえんだけど、これ手が抜けねえんだけど、これちょっとなんかリレー選手みたいになっちゃってる。どうすんのこれ。キャッ、ジュズンがどうしよう、アクシデントが大変。あ、いや、もう筋肉見せとこう。こっちジュズンが大変。ちょっとおしゃれな青い服にしようと思ったのに、なんかちょっとは衣装替えしようと思ったら忘れちゃったべ。あれ誰かいない。あ、これもうあ、そう、そうね、そう、ボタン、あ、ボタン外すの忘れてた、どうしよう。ポージングしたことないから分かんないでしょ。早く、そう、外して、あ、そう、マイクしなきゃいけない。あ、ごめん、あ、すごい、いい感じ。ちょっと、手が短いから。あ、そう、あ、違うよ、わぁ、つけてくんなきっちゃよ。そう、またボタンなんだよ。またボタンが、あー、すごいいいわ。上からですか。うん、確信犯だよね、これね。これをやられたいがために MC が嵐だと聞いたがゆえにね、わざと着替えを持ってくるっていうね。前回は2回も着替えがあったから、ちょっとあれかなと思って1回に絞らせてもらったんだけど、もっとしっかりと、あんたさっきから笑ってあはしか言わないじゃないのよ。あ、光栄ですか。あ、じゃあせっかくですからこのまま言うんですけど、なんか今日は本当素敵なね、グループがいっぱいいまして、楽しいユニットがね、楽しい時間過ごしたと思うんですけれども、YouTube をねされたママさんとか、あと他のメンバーもね、音楽活動とか YouTube、生放送ライブ活動をいっぱいやってるので、おのおののね、リスナーさん、フォロワーさんとか閲覧にも今いろんなね方がいらっしゃると思うんですけども、最後にしっかりと締めさせていただくので、各ね自分以外のファンのね、自分以外の、アーティストの方のね、フォローとか視聴とか登録を何卒よろしくお願いしまーす。ね、ググってお構いまい。私はググってお構いまいでね。あれ、あと何か言わなきゃいけないことがあって、あ、思い出した、大切な何かを。今月私は皆さん、これもおめでたいことでね、まあ、知ってる方は一部だけだと思うんですけど、生放送アプリふわっちを主体としてやってるんですけれども、そこでね一緒に仕事してる、アムチンっていう配信者がオーナーで、私店長で一緒にお店をオープンさせて、今月の18日からですね、なんと大阪で私店長でダーツバーをオープンいたします。店長でーす、イエーイ。だから、こういう会が大阪であったらね、打ち上げに使ってもらってね、ふーってね、ふーってね、そう、ふわっちドリームがね、YouTuber ドリームが来ましたね。はい、あと何かいいことあったっけ。あんたのことは言ったよね。え、あなたのこと何か言う。いや、紹介だけ。紹介だけ、はい、はい、どうぞ。何か、どうぞ。何か、やることあったっけ。なんかあったっけ。あ、シノピーと申します、よろしくお願いします。もうそれ何回も言ったべや。なんかもっとね、そうね、生放送者です。生放送者です。緊張してます。緊張してるね。とっとこ行こうかな。とっとこ行こうかね。じゃあ、どんどんぞ、はい、どんぞどんぞ。もう一回行こうか。はい、仕切り直しです。今はこんなに悲しくて、涙もかれ果てて、もう二度と笑顔に慣れそうもないけど。
響いた感じが、あれ、あ、なんかもう私言うこと終わっちゃったもん全部。なんか今の中間の喋りで全部終わっちゃったけど、なんか他に言うことあったっけ？言われたい人とかって。言われたい人。言われたい人？募集してもらう。募集、言いたい。そんなのいるわけないじゃないよそんなの。そんなのいるわけないじゃないね。わかんないわよそんなの。わかんない。あんたマイク持ってこう喋んないと聞こえないじゃないのよ。ごめんなさい、ね。そうよ。あ、で今のはねさらにちょっと歌ってもらって感動な女性曲をね。私がハモリで、で今度はね、舞さんが私がこれ歌いたの、私がこれ歌いたかったの、ダメよこれは私の歌だから。そう、私が大好きなね、カバー曲じゃないあの、ドゥリカムのね、ドゥリカムの歌をこれから歌いますね。なんか言いたいことあったっけ。なんかね、本当にね、なんかもっといっぱい言いたいことあったのか忘れちゃったんだよね。忘れちゃったからいいか。いいの、大事なことってのは忘れないもんだから、多分いっぱい言い切ったんだよ大事なことは。もうどうでもいいこと、どうでもいいことだったどうでもいいことだったら、そうだよ、あ、ちゃんと綺麗して、あ、そうだよさっき怪我、そうだから怪我、なんか、あ、こうじゃない、口どこか、口ないか、ない、何、乱れてない、大丈夫、ね、よし、じゃあ、ラスト一個手前のね、じゃあ歌でいこうかね、はい、はい、じゃあ、聴いてください。あの未来予想図2ね。Thank you.
つサイン変わった今も同じ気持ちで素直に愛してる。きっと何年経ってもこうして変わらぬ想いを持っていられるのもあなたとだから。ずっと長になってこれからまた新しい生活始まるんですけど、さっきのひどんなちゃんのなんかもう歌って泣いてる姿を見たらあれだったし、なんか絶対今月以降は多分今までこうやってみんなに囲まれてた時間とかが多分ある程度限定されちゃったりとか、なんかまあこっちのね、サラもね、今仕事ね休職中で、もうでももうそろそろ自分のなんかまた新しい仕事と夢を目指すために生活変えたいっていうので、ほんとなんかお互いにちょっと泣き合っちゃったこととかあるんだけど、なんか今はほんとこんなライブとかも一緒にできてるけど、多分こっちは音楽のね作曲とかの夢を今まだ目指してるんですけど、そういうのが忙しくなったりしたら会えないねってなったり、ひどんなちゃんのこの企画も多分その本当二つ返事ですぐにね参加できなくなっちゃう悲しみもあるだろうけど、はい、なんですって悲しみもあるんだけど、なんか私はもうみんなに希望をもらって希望を与えるようなね、ねパワースポッツですから、それだけそういうことを皆さんも今後の人生とか今現状あったりする人もいると思うんですけど、必ずね不安とかそういうなんか壁の向こう側にはね、壁だってぶち破ったらすごいね、もうね今までの壁が信じられないぐらいねこう、楽だったりとかね楽しい先が待ってるんですよ。だからきっと私も、今回のこのライブを、さらにこう糧にしてね、さらなる一歩を踏めたらなと、でそんな気持ちを皆さんに伝えられたらなと思っております。今日はこの歌を最後まで聴いてくれてありがとうございました。はい、そうだ、大事なことをね、だから最後は、この時期に合わせてメリークリスマス的なね、ほら人間ツリーでね、前をサンタ帽子をかぶってね、このね、こうね、あれこうかな、あれちょっと早い、頭がでかくて入んねんだけどどうしよう、サイズ見ないでから頭でかくて入んねんだけど、はい大丈夫、かわいくかぶれてる、あ全然入るじゃん、どういうこと、頭がでかくて入んねんだけどなんかちょっとベレー帽みたいなぐらいのほど薄くしか被ってないんだけど、大変ねえ、髪の毛薄いのに頭でかくてね、どこぞの誰ぞと一緒よね、あれどこぞの誰ぞいないじゃん、どこぞの誰ぞが大変、そうそう、つるぴか仲間だから、つるぴか、あ、いいね、この辺に立ってなさい、このあなたはもう役目がないからこの辺に立ってなさいね、この辺いい、それいいね、最初のさ、バンドとかもさ、なんかさ、
なんだっけ、サンタ帽子かぶってるからやべクリスマスかぶったと思ったんだけどね、こっちはもう電気をしてるから、電気をね、電気を用意してるからね。じゃあ行きましょうか。ラストソングはクリスマスソングで、クリスマスイブ、あ、な、じゃないね、あの、ね、はい、なんだっけ、なんだっけ、いいね、合ってるんだよね、びっくりした、あーってか間違えちゃったこと思ったじゃないのね、達郎山下でね、はい、達郎山下もう一回やれそういう時はもう一回やれね、やる、うん、間違えた風、間違えた風ね、何度でも何度でも、ね、もうちょっと音上げてもらってね、最後はね、はい、お願いします。きっと君は来ない。
30分ぐらいの応募したからね、これね、さっきのトゥットゥルと30分ぐらいでいらしたからね。あの、これも仕込みです。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、楽しいね。多分ここにいる人たちはほとんど慣れて、良いお年をかな、これ出てくる。メリークリスマス、良いお年を。いや、もう誰かあげるわよ、誰かあげるわ、もう。ありがとうございました。締めは挨拶みたいのはハゲ締めの挨拶ハゲ違うわよ、大丈夫よ、ここはハゲトリオじゃない。ハゲトリオだから、ここはハゲトリオだから。じゃあマイク、マイクの前に。いいマイクだね。いいマイクだよ。どうしたの？どういうこと？よいしょ。なんかほら、また歌ってしまうの？エンディングトークなの？はい。長い間もう皆さん本当に、もうあのバタバタしてて、なんかお客さんがもう帰るってなるとね、やっぱお見送りするじゃないですか。ゆっくり歌ね、聞けなかったけど。どうだった？いやでも本当に何度も同じこと言うようだけど、誰が鳥でもおかしくないメンバーが集まった。すごかったわね。もうね、時間が足りなかったね。もうでもこれ以上やっちゃうと終電がやばくなっちゃうんで、ね。そうだね。ちょっとね、皆さん本当に貴重なお時間ありがとうございました。パッパッパッて聞いてあげましょう。そんな感じで。皆さんいかがでしたか？楽しかったですか？どうでしょう。よかったわ。よかった。みんなも大成功でいいんじゃないですか、これは。ということは第3弾もあるかもしれませんね。お、新年ね、ちょっとどっかやりたいですね。ねえ、ほんとちょっとあれね、時間1時間ぐらい早くやれたらいいんだよ。ちょっとこれ終電近すぎて危ないね。ねえ、みんなが心配。ねえ、ほんと。あ、もし困ったら龍樹さんにね、はい、送迎してもらいましょう。あかんからこれやばいよ、遠い人やばいからね。あ、いいの、嵐くんも。嵐くんも最後 MC を担当していただいたんでね、いかがだったでしょうか、エグプリフェス第2弾。いやー、すごかったですね、ほんと。前回もすごかったです、今回もね、さらにパワーアップしてね、ものすごかったですよね。今日、今回 MC っぽい MC でしたね。前回ね、なんか俺らがちょっと喋りすぎた。そうだね、前回なんか潰されたわね。主役ですから、そうね、脇役ですよ、もうほんと何も。じゃあ皆さんね、そろそろね、はい、終わった後はね、お近くの配信者の方たちとちょっとトークしてね、お写真撮ったりとかして、はい、ちょっと交流してください。こんな感じでね、はい、第2回エグプリフェス。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、歯が立っちゃう、これ。自慢としなさいよ。はい、じゃあこれ見て、はい、エグプリフェス第2弾終了とさせていただきます。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。